ブライダルインナービスチュタイプブライダルインナーとは結婚式の際にウェディングドレスを美しく着用するための下着を意味する。ドレスの下に着用しその美しいラインを作り出せるようボディラインを整える補正下着の一種である。ドレス下着やウェディング下着などとも呼ばれるが総称してブライダルインナーと呼ぶことが多い。ブライダルインナーは一般の下着と違い主に ウェディングドレスをきれいに着こなすために、素材やパターンに機能を施してある、ブライダル専用の補正下着について言われる。ウェディングドレスおよびその付属するアクセサリーは、清潔感と清純さを示すために白色を基調としており、ブライダルインナーもドレスの色を乱さないよう白色が、標準である。ウェディングドレスはもともと西洋の文化であり、日本人よりも肌が白く腕や足が細くて長い。 長身の白人女性の要望や体型によく似合い、美しく見栄えさせることを目的として考案されたデザインであるため、ブライダルインナーは、欧米白人女性よりも体型が良くない、日本人女性のために生まれたものである。ドレスを日本人が綺麗に着こなすためには、ドレスに合う体型に整え、よりメリハリのあるプロポーションを作ることが必要とされる。例えば、 バストを上げちちかを寄せることにより、バストラインを美しく見せ、ウエストはドレスのラインに合わせて従来よりも高く細くすることにより、全体的に足が長く見えるシルエットになり、効果が現れる。したがって、補正下着は体型をきれいに整えるものであり、ブライバルインナーはさらにドレスもきれいに見せる目的がある。ブライバルインナーセパレートタイプどのようなドレススタイルが、 美しいと考えられるかは、着用するドレスや体型によって変わってくるので、様々なタイプのブライダルインナーが存在する。代表的なアイテムは、以下の通り、ビスチェタイプブラジャーとウエストニッパーが一体のもの、セパレートタイプセミロングブラジャーとウエストニッパーを、別々に使用する、モノスリーインワンタイプブラジャーとウエストニッパー、ガーターベルトが一体のものその他、ドレスのシルエットに合わせて、 ロングブラジャーや背中が大きく開いたベアバック対応の V バックタイプのビスチェなどがある。ありがとうございます。